事の始まりは第二次世界大戦に遡ります。日本はアメリカに2発の原爆を落とされるなどして大敗し、ソ連は満州国や北海道上部の島々に侵攻しました。その後、アメリカ主導の連合国軍によって7年間占領され、アメリカは世界のリーダーとしての地位をより強固なものにしました。この占領期間中に日本国憲法が作られました。1951年サンフランシスコにて日本は48カ国と平和条約を結び主権を回復しましたが、一方南カラフトや千島列島をはじめ様々な地域の領有を放棄しました。1954年9月21日安倍晋三は東京都新宿区にて政治家一族のもとに生まれました。父の晋太郎は毎日新聞の記者で後に外務大臣に、祖父の岸信介は3年後に総理になります。1967年敗戦後の日本を導き再独立にこぎつけた総理の吉田茂が死去し、総理として初めての国葬が行われました。安倍は小学校から一貫して東京の成蹊学園に通い、成蹊大学ではアーチェリー部で活動していました。卒業後は渡米し、南カリフォルニア大学などいくつかの学校を転々としながら、後に外交で役立つ英語のスキルを磨きました。帰国した安倍は神戸製鋼に就職し、兵庫、東京、ニューヨークの事務所で働きました。1982年晋太郎が外務大臣になると、安倍は神戸製鋼を退職して父の秘書官になり、政治の世界に足を踏み入れました。数年後、電通の従業員だった松崎昭恵と結婚、子供はいません。晋太郎は間もなく総理になることが確実視されていましたが、リクルートの贈収賄事件に関わった影響で総理を目前にして足踏みすることになり、そのまま病気で急死しました。2年後、父の地盤を受け継いだ安倍は山口から衆議院議員選挙に立候補し当選。38歳で政治家の道を歩み始めました。キャリアを重ねた後、森喜朗及び小泉純一郎の政権で内閣官房副長官になりました。小泉は北朝鮮を訪問し、初の日朝首脳会談を開催。北朝鮮指導者の金正日と日本人拉致問題の解決や国交正常化についての交渉を行いました。これに同行していた安倍は強い姿勢で会談に臨むべきだと小泉を後押しし、結果拉致被害者17名のうち5名は帰国が実現しました。拉致問題の完全解決は安倍にとって最重要課題の一つになります。その後、内閣官房長官を経て2006年に内閣総理大臣に就任。戦後最年少の52歳で、かつ戦後生まれとして初の総理になりました。安倍は美しい国と名付けた国家像を掲げ、より具体的な方針の一つに戦後レジームからの脱却を掲げました。これは半世紀前に総理だった岸が夢見ていたことで、第二次世界大戦後にアメリカの都合で作られた日本国憲法や国家体制を見直そうということです。総理就任の翌月、安倍は初の外遊先となった北京で中国主席の胡錦涛と、その翌日にはソウルで韓国大統領のノムヒョンと会談し、日中日韓関係の改善を目指しました。そのソウルに滞在している際、北朝鮮は初めての核実験を実施。北朝鮮に強硬姿勢を見せていた安倍が総理になったタイミングを意識しているのかは不明ですが、ともかく安倍は北朝鮮に新たな経済制裁を科すなどして対応しました。この頃の安倍が提唱した概念で、後に具現化した外交政策としてクアッドがあります。これは日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国で定期的な首脳会談を行って連携を深め、世界覇権を狙う中国に対する包囲網を築こうというものです。総理になってちょうど1年後、安倍は体調の悪化を理由に突然辞任しました。その2日前には職責を全うするとの決意表明を述べたばかりで、人々を驚かせました。それから5人の総理が約1年ごとに交代した後、2012年、安倍は再び総理に就任しました。
今回の安倍が掲げた看板政策が日本経済の改善を目指したアベノミクスです。大学でアーチェリーをしていたことにもかけて3本の矢と呼ばれる3つの経済政策を打ち出し、より具体的にはデフレ脱却や女性の活躍などを目標としました。また2020年夏季オリンピックの東京招致委員会最高顧問にも就任。ブエノスアイレスで行われた IOC 総会では福島第一原子力発電所事故への心配を払拭すべく演説を行い、結果東京での五輪開催が決まりました。安全保障の面では安倍は日本を取り巻く脅威が増えてきていると感じていました。具体的には北朝鮮の核開発が進んでいることや中国が尖閣諸島を自国の領土にしようとしていることなどが挙げられます。日本の安全を高めるための一環として行ったのが憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認です。これまで日本は仲間が攻撃されても助けに行かないのに、自分が攻撃された時は助けてくれと言っている状態でした。しかしこれでは助けたいと思ってもらえません。自国を助けてもらうためにも他国を助けに行けるようにしたいと考えたのです。多くの国々との関係強化に努め、特に最重要同盟国であるアメリカとの関係を深めました。2016年、アメリカ大統領のバラク・オバマが現職大統領として初めて広島を訪問。半年後には安倍が真珠湾を訪問しました。両首脳は互いが過去に攻撃した象徴的な地で平和な世界の実現を目指すスピーチを行いました。同年末、ドナルド・トランプが新たなアメリカ大統領に当選。安倍はいち早くニューヨークのトランプタワーを訪問して会談を行い、以降親密な関係を築いていきました。同じ頃、安倍は安全保障と経済を共に改善すべく FOIP 構想を打ち出しました。インド洋及び太平洋周辺の国々で連携を深めることで船の航行をよりスムーズにし、海上輸送ルートを確保するとともに貿易をはかどらせるのが目的です。また太平洋を囲む12カ国で貿易をはかどらせる経済連携協定 TPP の実現を推進しました。しかしトランプがこれに反対したことでアメリカが離脱します。それでも安倍は交渉を進め、アメリカを除いた11カ国による TPP、通称 CPTPP を実現しました。その2ヶ月後、今度は日本と EU 諸国の間での経済連携協定も締結。また東南アジア中心の経済連携協定 RCEP の交渉も進め、これは後年実現することになります。世界各国との関係を深める中で、ロシアとの間には難しい課題を抱えていました。第二次世界大戦時、ソ連に占領されて以来、ロシアのものとなっている北方領土を返してもらいたいのです。先のサンフランシスコ平和条約で日本は様々な地域を放棄しましたが、この北方領土はそうではないからです。安倍はロシア大統領ウラジーミル・プーチンと過去最多の首脳会談を重ね、北方領土の返還と平和条約の締結を模索。2018年のシンガポール会談では北方4島のうち2島のみの返還に要求を引き下げることにしました。しかしそれでも実現には至らず、それどころかロシアは憲法改正して領土の割譲禁止を明文化。つまり北方領土交渉を完全に打ち切ったのです。安倍の任期中には日本史上最大の首脳会議も開かれました。 G20 大阪サミットです。トランプやプーチンのほか、習近平、ムンジェイン、エマニュエル・マクロン、アンゲラ・メルケル、ナレンドラ・モディなど、そうそうたる顔ぶれが大阪に集いました。この会議で議長を務めた安倍は、自由貿易の推進や環境問題への対処について G20 の意見をまとめました。その翌年、新型コロナウイルスが流行すると、マスクの需要が激増し、一時著しい品薄となりました。安倍は全世帯に2枚のマスクを配布し、これは安倍のマスクと呼ばれ話題になりました。2020年9月16日、安倍は今回も体調悪化を理由に総理を辞任。今回は7年8ヶ月もの長期政権となりました。
連続在職日数は2822日、通算在職日数は3188日とどちらも歴代最長です。経済や安全保障に力を入れたほか、積極的な外交姿勢は地球儀を俯瞰する外交と呼ばれました。安倍の延べ訪問国地域は歴代最多の176に上ります。多くの国々と関係を強化し、日米同盟の固さにはオバマもトランプも太鼓判を押しました。一方、憲法改正や拉致問題の完全解決、北方領土問題の解決は道半ばに終わりました。体調が回復した安倍は再び精力的な政治活動を行っていましたが、2022年7月8日、奈良で選挙演説を行っている際に銃で暗殺されました。安倍に恨みを持つ者が自作の銃で狙撃したのです。安倍は67歳でその生涯に幕を閉じました。世界が悲しみに包まれ、各国の首脳をはじめ多くの要人から追悼の意が寄せられました。その後、安倍の国葬が決定。吉田に続き総理として2人目の国葬です。